やっほー、久しぶり？ 久しぶりじゃないか。やっほー。はい、ということで、久しぶりにショールームしたんですけど、元気ですよ。でもね、今日はちょっと事務所の方に行かないといけないから、そうそう、だから全然長くできないです。17分になったら教えてください。ちょっと微妙なんだけど、17分、20分にはもう切れたらなって思うか。下履いてますか？今は履いてないんだけど、履くよ、後からもちろん。鼻声？そう、なんかで声おかしいよね。でもずっとこれなの、2週間前ぐらいか。今は履いてないだけで、今ね、ちゃんと履くから気にしないで。で、ちょっといろいろ告知をしたいんですけど、まあ大体みんな知ってるか。ついにですね、明日、週刊プレイボーイさんが発売されまーす。ついに明日だよ。結構ね、そう、絶対に見てほしい。結構載せさせていただいてるので、ついに明日だから、26日ということで。仕上がりはいい感じだって。いいと思う。で、だから明日発売されるから、オフショットも明日からバンバン載せようかなと思うので。で、10冊買います。 だって絶対言っとかも。 それでね、その発売されたら、その雑誌を一緒に、ショールームで、なんていうの、閲覧会 なんていうの、見ながら配信してほしいと、そう言われましたので。そう、なのでやりたいと思います。やらなければ、あ、鑑賞会か、鑑賞会をしてほしいと言われたので、したいと思います。バンされるよ、鑑賞会。なんで？何も、だって一緒に見えるんだよ。
3時になって、え、もう3時？早っ。雑誌を画面に見せる、あ、それはしないよ。当たり前に。そんなことはしないよ。だから買わないと見れないですけど、そういつしようかなって思ってて、それをね、ちゃんと買ってみてください。立ちながら読むのはダメです。立ち読み禁止ってよく言われるでしょ。私は決して変なことは言ってない。間違えてすらないか。うん、なので明日で29日にはブブカさんも発売されちゃうよ。で電子版の表紙、電子書籍版の表紙も務めさせていただきました。あのね、ブブカさんはね、もうほぼすっぴん、あれほぼすっぴんで、シュープレさんもそんなメイクしてないけど、まあそれはそうか、グラビアってそんなメイクしないか。シュープレさんもほぼすっぴんなんだけど、ブブカさんの方もがの方がすっぴんだから、ちょっといつもと違うかもしれないけど、ネイル変えただって。そう、ショールーム大体すっぴんな気がするって。それはそう。ブブカと何と何か、週刊プレイボーイさん、週刊プレイボーイさんとブブカさんは来週、来週っていうのかな、明日、今週やばいやばい、ストレートすぎるコメント見ちゃった。最近何してるかな。
だろうな。最近何してるか。最近何があったかな。波動とか。お話し会もあったね。大学もありますけど。お話し会ならぬおさわり会。何言ってたこの人。何言ってんだ。今日中にグラビアの宣伝したらった。やばい、してなかった。明日雑誌持って行こうかな。今日中、私週刊プレイボーイっていう雑誌のあの週刊プレイボーイさんで、ね、グラビア初水木に来たんですよ。よかったら今日中見てくれません？大学は友達増えましたが、増えてないです。医学部ってことは体のことたくさん知ってるね。そうなのよ、解剖とかしちゃってんのよ。留年決定で草だって。嘘、逆に。教授とは無事友達かっこ意味深になった。教授は会ってないもん。教授使ってください。使ってくださいって何。医者志望、そう、医学部なんでね、やっぱり。全然好みじゃないのに。テニスさんは慣れましたって。だから慣れてないんだって。で、入ってないんだって。入ってないんだよ、ちなみに。入る予定もないもん。全然好みじゃないのに、なぜかじめるじどきするのは。きっと君が私の人生の中のイネギュラーのく。やばすぎないか。変なこと言ってないよな。何も間違えてない。この前大学で見ました。
出たこのコメント。20分です。え、こっち言ってる本気。本当？まだか。17分、お願いします。この前大学でひなちゃんと話しました。絶対いつどこで絶対話してない。誰とも話してないもんだって。大学で声をかけただけで無視されました。はい、声をかけられてないんです。無視なんてしないしね。ほんで「カッティングエッジ」って何？どういう意味？確かに書いてあったよね、記事なんかあれに。カッティングエッジって何？てかエッジって何？息子が見てます。さて、やっほー、元気かな。この前四ツ谷駅で見かけました。行ってないっすね。やばい、鼻水出てした。話変えよっか、普通に。でももうちょっとしたら出ないといけないから、もう少ししたら出る。行かなきゃ、行けない。坂上がり行きたい。だって坂上がりね、いつかも。でもすぐ出ると思う。皆さんもぜひ日常公演始まったら見てくださいね。マジで見に来てた方がいいよ今。この服はダーリッチ。ひなちゃんに逆上がりした、どういうこと。その雫はってまだやるのかな。やるんじゃない。サングラス必要な日差しでも明日はもっと、え、明日バカ暑いってこと。めちゃくちゃ暑いってこと。プライベートで声かけられても大丈夫派ですか。私全然大丈夫。神対応しちゃいます。
下の、あ、間違えた。プライベートも塩対応でしょ、話し変えそうです。誰が言ってんねん、誰が言ってんねん。課題たくさんあるよ。もっと配信したいんだけどな。もっと長い時間。ちなみに、ライティングやむね。13位たまちゃん TS アットマークキモいお兄さん、キモいお兄さんありがとうございます。12位ピロさんありがとうございます。11位わっちゃっちゃさんありがとうございます。10位のんたさんありがとうございます。9位沼戸系男子アットマークカタンさんありがとうございます。8位あゆちゃんありがとうございます。7位たぬち48号さんありがとうございます。6位電子サットマーク白眼鏡、白眼鏡ありがとう。5位にょうぶーさんありがとうございます。4位ダミチンさん、ダミチンさんありがとうございます。ダミダメコ。3位ゆきたんありがとうございます。2位ピーカツ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 ピYouTube はまだやる。YouTube ね、始めたいんだけどさ、タイミングが。いや、YouTube なんて明日にでもできるだろうってさ、言うかもしれないけどさ、始めたところでさ、編集とかもさ、わかんないしさ。まあでも、なるべく早く始めたらなって思うけど。ということで、ちょっとだけだったけど、見てくださってありがとうございました。またできたらすぐしますね。おっしゃったらどこに載せる？ツイッターとインスタかな？ということで。七瀬が教えてくれる、確かに。それではみんなバイバイ。またねー。バイバイ。